いいね、夢があるな。ついでにうちの事務所まだ制作中ですけど見ていきます。見る見る。ここうちの事務所ですね。ここが倉庫。かっこいい。お邪魔します。おお、すごい、めっちゃ見やすい、整理整頓されてる。そう、こんな感じになってます。あ、すごい、これロッカー。ロッカーです。めっちゃいいじゃん。ね、一人一人のロッカー、めっちゃ青春を感じる。すげー。で、事務所はこっち側から、まあ、左からも入れるんですけど、うんうん、まあ、ここは闇です。ウーパールーパーの闇です。で、ここは雀荘です。何これ、めっちゃかっこいいんだけど、この建物。住みてこれ、みこちが作った雀荘。かっこいいんだけど、これ魔王軍アジトって書いてるよ。雀荘、うん、です。会議室 2A って書いてる。雀荘これ。ほんとだ。すげえ、じゃらじゃら。なんでね。来たぜ、ぬるりとじゃん、これ。そうです。すげえ。で、ここが事務所の入り口ですね。このドアすごくない？オフィスの。へへへへへへ。ここが事務所になってます。あ、なんか書いてある。じゃ、シオン先輩の、あの、詫びダイヤル。爆発したと思ってたけど夢でしたって言ってる。何があった何があったんや。こっちからの方がいいかもね。おお、でもだいぶ成長してきて。おお、すごい、ベランダある。ここベランダ、ここポルカの作ってる庭ですね。いいねー、お庭があるんだ。こっちがみこちが作ってくれてたカフェですね。どこだ、ここか。あ、こっちだ。ここがカフェです。あー、なんか書いてる。シケポテツ、ポテト売ってます。でもかわいい。ね、資料室。これここです。あ、この床何、おしゃれ。これ骨ブロックです。へえ、おしゃれなんだけど。いや、おしゃれに作ってくれるでしょうね、本当に。ね、センス、センスの塊じゃん。まっこ、ま、まっこと。ま、まっこと。すごっ、シラケンすごいぜ。でもここがみこちの作ってくれた車庫。車庫、車置くの？そう、ここ車乗れますよ。あ、これ車？ほんとだ。黄色なんだ、いいね。ここ上もね、これあのシャッター作ったんですよ。あ、ほんとだ。すげえ、車とかも作れんの、すごすぎ。黄色なのがいいじゃん。ちゃんとナンバーも書いてるし、知らぬい777。みこちが作ってくれたギリギリのところまでちゃんと停車されてるかも。ほんとだ、ちゃんとね、ここら辺通れるんだ。うん、そうなんですよ。すげえ、天才しかおらんやん、しらけん。何事。めっちゃ褒めてくれるやん。すげえ。ここ、うん、ここに、ここを押してください。ここ、うやばで、行ってきたですよ。お、あー、すごいすごいすごい。てか、そのさ、階段どうやって作ってんの？これは回路で一生懸命作りました。やっばー。あ、お、これは、なんか掘り進めてる。ディスプレイルームを今ね、作ってるんですよ。へぇー、ディスプレイルーム？そう。なんかあのブロックとか置いて、どのブロック使うかみたいなのをね、決める場所を作りたくて。すごすぎる、シラケンすごすぎる。シラケンすげえなー。そう、ここはいろんななんかルームを作ろうって言って、映画館とか。すごっ、どんどん増えるじゃん。こんな感じ。そう、地下はこういう風になってます。めっちゃ充実してる。めちゃめちゃ頭抱えて、この階段は作ってきました。これすごいね、これ。あ、登っちゃっていいですよ。オッケー。これ寝た方がいいかな？すごい、これ。ガシャンガシャンガシャン。ね、かっけー。めっちゃかっこいいんだけど、これ。いいなー。すげーなー。そうなんですよ。で、2階は、ここにね、ベッドルームが。うわー、青春じゃん。そう。
こっちは温泉、温泉じゃない、プール。プールもあんの？そう、ここがサウナです。あ、こっちがサウナ。あ、すごいすごい、うわー、いいね。激狭サウナになってます。いや、でも落ち着く、なんか安心できるね。ここがシャワールームですね。ほんとだ。これすごい。いや、温泉置くのはね、さすがにね、まずいと。なんかうんうん、止まってる感じになって、ちょっとブラックな感じ出ちゃうんで。うん、確かにね。プールいいね。なので、ちょっと浅いプールを作っておきまして。うん、いいね、ここも。うわー、半端ねえよ、これ。ここで泳いでもらって。っていう感じになってます。最高の会社じゃん。何これ。この先白県オフィス。ここ、美子先輩が作った学校みたいな。おーおー、すごい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 。あ、社長、これ座ってよ、フレアちゃん。私が座っていいの？エースお母さん、座っても。これ社長って書いてる、ほら。エース、今日は。今日はいいんですか？私ここなんで。うわ、ガハハハ。わぁ、何それ。何それ。ここ、ミコ先輩の遊び部屋です。あー、赤ちゃんルームみたいな。そう。すげー、体操着着てんのに社長室座らせてもらっちゃったよ。社長が、社長が本人のいない横で赤ちゃんルームで遊んでるっていう。ベビールームで遊んで。ありがとう、座らせてくれて。こういう感じになっておりますと。めっちゃすごいじゃん。そう、うちの事務所こんな感じです。この螺旋階段もね、かっこいいしね。あー、ありがとうございます。すげー。で、じゃあ、うん、お酒のとこちょっとバカ、エッチ、どこ